和歌山県で世界初のカトリ線香自動製造機を発明し、現在の共栄型渦巻蚊カトリ香を広めたライオンケミカル株式会社。その歴史と歩みは今なお皆様の暮らしと共に続いています。ライオンケミカル はい渦巻きの心今日もライオンケミカルのみきさんに来ていただいてますみきちゃんですお待たせごれたさいさんようこそありがとうございますちょっとテンションがはいあらどうしたんですか下がる気味夏バテ夏バテには早いですか夏はおすぎじゃないでしょみきさんは夏ですかいやもう本当一年中嫌いですね環境で言えばね あの、一月の最終週、だけはちょっと涼しいかなと。ええ、それぐらいですかうん、もうその他、はい。すべて暑い。すべてとこ夏。とこ夏。大体もう年中通しで半袖ですもんね。そう。かっこいいですね。えっと、あ、ほとんどトロピカーですね。ごめんなさい。不適切な。はい。あ、先ほどね、え上前さんに。上前よしごちゃんに。あ、はい。あ、久しぶりに。ね、時の人でね。 あの僕にも多いですよ、大阪から、和歌山でバンドやってるって、ミキさんも知ってるみたいなね、ああの、そのポツンと一軒家の見て、そうそうそう、そうバンドつながりで、ミキさんとかやそうなんですよ、俺の弟子やでと。弟子になったつもりはないと思うわ、よしこ。 いやもう高校の時からね、うんボーカルやってもらいましたもんね高校の時は。そうはね、あのミキさんドラムの時にもあったわ。やってもらいました。やってもらいましたね。サザンとかね。あ当たった。あ上前さんのサザン聞いてみたいな。そうあの綺麗な声で歌うサザンっていうのもねなかなかのもんで。あ高校の頃から美声でしたか。そうですよね。でまた奥さんもねよく知ってるんで。あそうです地元のね方ですもんね。いやいやいや。 もう時のスターになりましたね、これね。そうですよ、これからますます。ね。とかとか言うてられませんよ。え、なんでですか。はい。今日はもういいじゃないですか。もうあの渦巻きの心はいいんじゃないですか。今日。え、いやいいんですか。ライオンキ系。よのコーナーですね。そうですよ。まあ一言だけ、まあ土曜日お願いしておきます。はい。ガントレバンドのライブあります。はい。なあの。 声かけするとしたら、なんと呼んでおいそうです、掛け声を観客の方からいただけるとしたら。よっ、よっとり、あなるほどですね、僕、仕事では結構ね、上の人にミッキー・ティーとかね、取引先の方に、ミッキティーえっ、それ、私も、ミッキー・ティースーツの裏側にはミッキーって名前を彫ってるぐらい。

ブーだけはやめてください。ブー。NG ワードはブーで。はい。お願いします。で。パスマーケットでね、マイルチケット売ってますから。よろしくお願いします。はい。ミキさんにも会いに行ってください。さあ、今月のクイズも、これ、引っ掛けっぽいし、どうなんだろうっていうクイズですね。問題は、カメムシの仲間であるヤニサシガメにはある変わった特徴があります。1、タバコの匂いがする。 2ベタベタしている3バナナの匂いがする「ヤニ、はい」<laughs> ってついてますからね、うん、そこがポイントな、ね、かなと思えば一番かなっていうのもありますし,そうでしょ、ねうん、一番かなと思っいますよね。 でも引っ掛けかなっていうのもね。さてさてね。そこですよ。心理戦ですよ。このクイズは。うん。はい。まああのね難しいんですよ。難しいです。ええ、今日はあの朝日博士が来てないんでね、あのまあ答えはわからないんですけど。わからない。大月に持ち越出題者が来てないということでわからない。いやそんなことそんなことない。はい困りますね。はい。え答えから参りますか。はい。え答えは何番でしょうか。はい。 これはですね、答えは2番。引っ掛けか二 !2 番引っ掛け出ましたね。ベタベタするんですね。これ、ベタベタしてるんですね、本当カメムシで割とベタベタはあんまりないですよね。あのね、このヤニサシガメっていうのも、全国各地、ちょっと大きめのね、もとはもうちょっとかしあの、茶色いカメムシかな。いで、あの、いつもね、これ、松。 松林なんかによく見かけるカメムシなんですよだからあまりね<林>、うん、民家に飛んでこない民家にもねあの二割松戸がある場合ねたまに見かける人もおるかなという程度で、うんうん、だから、えー、松ヤニを体につけるっていうのが塗、ね、<ー>りったぐるみたいなはい、はい、それね、はい でだからこの松ヤニを体につけてるんで、匂いもちょっとなんか松ヤニっぽいっていうか、そんな匂いしないんですよね、このカメムシはだからそんな害虫っていうわけじゃないんですけど、このに匂わないカメムシって、ちょっとなんかね、意外で、こっちがこう構えてでも、さないくさない なんか、なんか、面白く、寂しい,い。寂しいですね、逆に、ね、寂しい感じ。く、くさないとあかんわね。カ <laughs> メムシはね。わ、ね、その代わり。わがままやな、もう。<laughs> これはヤニ刺しガメの場合ね。うん、ヤニを身にまとってるんで、うん、あちこちのゴミをね。ええ ああ。ベタベタっとね、体にくっつけてるころがコロコロみたいな感じですね。コロコゴミをひっつけて帰ってくるんですね。脱ぐって取ったりするんですけれどもね。結構ゴミもベタベタにくっついたりとか。可愛いらしいですよね。ね。まあ、うきいですね。そうなんですよ。まあ、今もはやあの、カメムシの被害っていうのがね。全国的に。はい、全国的に注意報出てるぐらいなんで。 皆さん大変苦労されてるっていうか、はい、まあやっぱり農家の方が果樹園とか、ね、野菜園とかうん、うん、そうそう,まあそうい民家もそうですけど、うん、その果実ね梅の被害もありましたし、うんえー、みかん被害なんかもね、ま、た秋になるとねあるんですよ。うん カメムシが増えるとねまさに今、梅とか青梅の状態でね、やっぱりこうちょっとつつかれちゃうとみたいな商品にならないね、あと桃ですね、桃山の桃なんかもね、美味しいから、もう売り物にならないんですよ、カメムシにちょっとね、つままれると、これはもう、カメムシ駆除となるとね、なかなかこう、そこはもう不可能かなって思うんですけど、もう農薬ですよね。

ですよねああいうものを餌にしたりしてるんでこの時期そういうのも少なくなってやっぱり民家に降りてきたりとかねそういうケースが多々ありますよね和歌山なんかでしたらやっぱ暖かさをじゃあこのみかんの時期になったら葉っぱの裏に隠れてとかねまあ 大変な被害をってるんですまああの後ほど紹介しますけれども弊社もカメムシ対策ね商品れども品ありがいいですいということで今回はヤニサシガメの特徴として2番のベタベタしているが正解でした正解者はいらっしゃいましたかなんとなんとはいえっとね今回はやっぱり少なかったっていうのもございますしはいえまあその中から1名お願いしますはい えー、テンネームはどこどこだ <laughs> どこですかテンネームは。あ、あの、あれですが、あのー、<laughs> あ、お名前で、じゃ下の名前だけご紹介いただいていいですか、はい、えー、っとね、ちえこさんですよね。ちえこさん、おめでとうございます、はい。はい、おめでとうございます。素晴らしい。はい。ライオンケミカから詰め替えセット。 詰め合わせ。詰め合わせ。詰め替えだで。詰め替えばっかり。ねえ、セットになっとってもね。それも、取りっきりですね。詰め替えばっかりな。あ、2回目当たった方はもう詰め替えセットにしましょう。ね。本体はお店で、みたいな。怒られちゃいますよね。詰め合わせ詰め合わせ。まあ、この中でもね、あの問題の中でバナナの匂いをするね、メムシっていうのも、まあ、実はおりまして。ええ、どは今被害 っっててるいうかね果樹園とか野菜園を被害に遭われてるのがこの茶羽青虫カメムシツヤ青カメムシみたいなね青カメムシの一種っていうかのおいで言うとねんていうんですかねこのちょっとパクチーの匂いっていうまあ皆さんご存知の若いまではねみかんの気にたかるっていうかそういうカメムシなんですけれどもまあ前にもね一度行ったことがあると思うんですけれども ま、このカメムシの匂い嫌とするか。うん。そう。慣れろとおっしゃるけどね。慣れろとおっしゃるけど、これはやっぱな、やっぱ臭いですよ。あの、もう、あの、普段日常にない匂いですからね。確かに。まだ人間の平の匂いとかね。そんなだったらまあ、慣れ、慣れる可能性があるでしょう。それはどうなんでしょうね。平とカメムシ あー二択まあ体調に増えるけどね <laughs> 体調のわしな平和なんてことないじゃないですか、うん、でも平ですよ平 <laughs> もなれ <laughs> ようで別にちょっと次週その二択でクイズしましょうか来月 <laughs> し,しょうか,かう下品にな,なると思うんですけれども,も<う> <laughs> やっぱりまあ慣れないと思います私自身もやっぱりカメムシは全く臭い全く臭いはいだからまああ後で紹介する商品をねいや早く聞きたいということで2番でねはいおめでとうございますさあではその気になる商品聞いてみましょう今週のピッックアプ商品じゃじゃん というわけで、うん、ダボルトラップ、嫌な虫、虫よけスプレー、網戸用ガラス用っていうことで、カ、えー、メムシ、えーさんなん。なんか初めて見たんですか、もう <laughs> そうですか。ちょっと、たど丸どみ。たどたどしい<笑><丸><笑> <laughs> いつも朝日さんにはね、もっとパーンと言えっていう。現場いかに現場の人道じゃないっていうのに今バレましたよ。バレたん。トイ型ですのでね、やっぱりね。間違ったら悪いんでね。間違ったら悪いんでね。きちんと、きちんとね。ちょっとミスしましたね。あの一応ね、網戸とか、まあガラス。 これにまあ吹きつけとくと、まあ、飢饉となる。まあ、網戸、あの、まあ、たからないっていうね、たかってもすぐ逃げるということなんですけれども、まあ、実際、このスプレーを、カムシに直接振っていただいても、カムシはノックダウンほぼします。あ、どうなですかあ、はい。そうなのー。あ、それいいですね。予防も撃退もできるという。そうですね。はい。一応、虫除け駆除みたいな、商品になってますんで。それはありがたい。はい。 窓際に置いておきたいただまあこの商品に関しては家庭菜園とかね野菜とか果汁には使わないでくださいとやっぱり断行性っていうか薬大が残りますんでねそういう意味では網戸にねええとひどい時しといてもらえればで網戸自体もガラスなんかでもこの汚れが逆にね他の汚れがつきにくいっていうのも ちょっと、はい、深かしでついてるんですよ。あ、そういう成分が入ってんだよ。成分っていうかね、うん、ちょっとなんて言うんですか、切れとて、つるんとするっていうかね、はい、ちょっと汚れがつきにくくなるっていうね。あら、いいじゃないですか。うん。ね。まあ、そういった商品なんですけれどもね、まあ、あの、今、もうバカ売れで、はい。おかげさまっていうのも何なんですけども、はい。これは結構、カメムシに特化した虫除けなんですかそうですね。あのね、まあ、これはまあ、カメムシ っていうね、うん、害がまあ最近多いんで、大手さんの商品もまあこういうふうにカメムシにもみたいないうことで特化して、明記してる商品多いんですよ、<え>まあうちもそれに並んでっていうことで。カ蚊とかも胎児は、<皮>もうこれはもうちょっと部外品じゃないんで。うん ええ、ただまあもう虫という虫に関してはもうある程度ね皮肥、うん、とかノックダウンをさせたりしますんで直接ってっかけてやってもということでまあ皮死ぬっていうのはなかなかねちょっと部外品のコンプライアンス的な問題で証人<ー>、はい、の問題で言えないんですけれども、うん、まあ嫌な虫見つけたらまあこれは網戸やガラスに拭いとく本当白い壁なんかにも拭いとくと、うん、まあ白いこれハレーションするようなねうん、うん、白い壁なんかもカメムシ好きなんでよく まああちこち日本で直接みたいな感じでお使いくださいはい先月ご紹介いただいた玄関につるすタイプの虫除けあちらほんとねそうそううちもねあれつるしてんねんけどコバエが全然来ない来ないカメムシも来ないはいありがとうございます照明にね夜集まってくるんで玄関の街灯のあたりがよくん 溜まってたんですよ。すね。便利なもんでしょう。う全然来ないです。けとだけでいうことでね。うん、はい。あの商品は売れてるでしょう。ねえ、はい。ねえ。 まあ本当併用してね使ってたださいですね。一軒にあたりね百個ぐらい買っていただくので、玄関そうですね。うん。若山城とか広いガードたらね、まあそれぐらいいるかわからない。お城の方々もしか虫除けいりませんかと。弊社の商品。うんう百個ぐらい買っていただく。そうですね。いや本当に来ませんわ。ね虫来ないですね。安心して開け閉めできます。あれでまあガードしてまあ吊る つなげてるだけで本当今度蚊が実際ね現れ始めたら蚊取り線香、蚊取り線香ねはい殺虫剤関係殺虫剤というね商品をはい関連を買って頂ければとはい心強いですねはいということで今日はダブルトラップカメムシなどの嫌な虫よけスプレーですねはいそうですはい網戸ガラス窓用はいガラス用ですはいぜひ青いパッケージ注目してくださいカメムシのね ちょっと可愛いイラストも入ってますんでね。これね、ポップシールにね。はい。よろしくお願いします。思います。はい。はい。いや、これから虫が元気になる地域で、えじ、時期ですから。虫との戦いですよ。そうですよね。頼らせてもらわないとね。まあ、実際気つけてくださいね。かなんかもね、最近はちょっと言いませんけれども、やっぱり南国の。 きついウイルスを持ったね、歯が、やっぱり媒介っていうかね、葉が、はい。そうですね。どん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 日本には入りやすくなってきてますんでね、ご注意くださいませ。あのいけません。ダニなんかもね、そうです。マダニとかね、怖いです森とか、林、そうです。遊びに行くとね、これから、ひっついてくるんでね、もうなんか草原とかね、もうそんな、そこらの草むらとかでもね、マダニっていうのは、ついてきますから。寄付を出さない方うがね、うちもその対策の商品ありますんでね。 本当、はい、死に関わるっていうかね、うん、つながる場合がございますんでぜひともご注意、はい、この夏もしっかり備えてください、うん、次回は7月1日を予定しています、はい、このコーナーはライオンケミカルがお送りしましたミキさんありがとうございましたどうもありがとうございます